アーガス、アーガス、HMS、アーガス、I-49 は、イギリス海軍の航空母艦。同型艦はない。設計において、全球のフューリアスや、ビンディクティブでの使用実績を踏まえて、飛行艦板上に構造物を設けな全通型となった。そのため、アーガスは、世界で、最初の全通艦板を持つ、航空母艦である。アーガスは、1914年に、 イタリアから発注された客船コンテロッソ、コンテロッソとしてグラス号で寄港された。しかし浸水前にイギリス海軍に買い取られ航空母艦として建造されることになった。1917年大正6年12月2日に浸水し、第一次世界大戦終結直前の1918年大正7年9月16日にアーガスとして巡航した。 1919年、大正8年1月24日、大日本帝国海軍関係者が本艦を視察する。設計当初では、飛行甲板上に外線門のような形状の環境を設け、中央部から艦載機を発艦させる設計であったが、途中で飛行甲板をフラットに変更し、環境は飛行甲板の下に設けるよう改められた。 港湾などの狭い水路を航海する時のために小型の操作環境が甲板状にせり上がるという凝った気候となった。設計年次が古いために旧世代な設計も残っていたが、これらは本館の設計時期を考えれば致し方のないものであった。これは航空母艦を軽巡洋艦的な任務にも対応させようとの各国共通の設計思いによるもので。 同世代のベアルーン級にも共通する点が多い。主武装の10.2センチメートル45口径、単装砲は飛行艦板直下手艦艦の艦手から格納庫前端部に左右一基ずつ、全部エレベータ左右に一基ずつ、格納庫後端部左右に一基ずつの計六基である。小船型の船体から上1杯を使用し、 髪型から見ればアイロン型の飛行乾板を張られた。本艦の飛行乾板長は縦 143m 幅 25.9m2 機のエレベーター、昇降機を飛行乾板の前後に1機ずつ設けた。本艦のエレベーターは現代のものと同じく完全な四角形であった。この後、フューリアス第二次近代化改装後、イーグル、初代ハーミーズ、初代カレジャス級では、 エベータ形状が前後両方か片方が飛行機の形に合わせた十字架型形状を採用するという瞑想の時代に入る。本館の竣工直後の着艦装置は工作縦張り式の着艦制動装置と非頭式縦棒型制動装置を併用装備していた。工作縦張り式は着艦制動能力が絶対的に不足しており、機体が横滑りを起こして、 飛行甲板から転落することを防ぐことができなかった。さらに、飛藤式縦棒型制動装置は、飛行甲板上に、蝶都外で繋がれた棒を立てておき、着陸してくる機体を激突させて停止させる、乱暴な装置で、着艦と引き換えに、プロペラや翼を損傷する気が続出した。あまりの被害に、英国海軍は1926年に、制動装置のすべてを撤去し、 その後の5年間は飛行艦板全面積を使用し、写真で飛行艦板両脇に見えるパリ制度と呼ばれる折りたたみ式の転落防止策を立て、着艦する機体に整備員が飛びかかって停止させる危険極まりな方法を選択せざるを得なかった。その間にフランス海軍、アメリカ海軍では安全な光線横張り式の着艦制度装置を完成させ、 先駆者であったが工陣を廃することとなった、イギリス海軍は1931年に予約、横張り方式に改装し、実用的な着艦制度装置を得た。本艦の飛行艦パンカには高さ6.1メートルの一艘式の格納庫が設けられていた。搭載機数は全球、フューリアスの10機から進歩して20機を搭載できた。環境は計画時には、 飛行甲板両脇に前後に長い環境を配置し、その間を関西域が、利、着冠する予定であったが、実用性の観点から、環境は飛行甲板下に設けられて、飛行甲板上部に構造物は存在しなった。しかし、環境からの見通しが悪く、そのため湾内では、エレベーター式うな環境を設け、相関を容易にする工夫が加えられた。これは、 必要な時に飛行甲板上に露出し、航空機を運用する際には、引っ込めることができた。1936から38年の改装で、艦首をエンクローズ化して、全部飛行甲板を拡張して、飛行甲板はすべて水平となり長さ67メートルとなった。しかし、飛行甲板から障害物を除去しようという、イギリス海軍の意図は、 本館から煙突まで撤去させてしまった。肺炎に当たり肺炎炉を先端左右に分け、写真で見えるように、カンビダクトから左右に肺炎炉方式を取ったため、煙時により格納庫スペースが狭められた上、煙熱で格納庫内の整備員は苦しめられた。後にこの方式は、フューリアスの第二次金大化改造後にも採用され、同様の苦情が出た。ちなみに、日本の ガガも当初はこの方式を採用して、同様の問題に悩まされ、結局煙突を導入している。元が低速な商船であったが、初めての全通形状飛行艦板で、飛行艦板スペースを広く取れたために、後の航空機の発達に伴い滑走距離の増加も対応できた。長く一線に止まっていられたのも当時の、イギリス海軍の艦載機の主流が軽量な副用機で、 低速でも長い滑走路があれば、離着艦可能だったことにも一因している。船体には、ダズル迷彩が施された。防御力は、解明機の空母らしく、船体の一部に装甲を持っていた。原則防御は、水線部で 51mm、艦艦部で 51mm と、駆逐艦の砲撃に対してのみ有効な防御を持っていた。元が客船であったために、 ボイラーは旧式の円管12機とパーソンズ式の高速型直結タービン1機と中速型直結タービン1機と低速型タービン1機で1組とする。タービン配置は高速型と中速型をタンデム配置で外形軸を推進し低速型タービンは更新用で内側軸を推進した。これで2組4軸推進で最大出力2万馬力で 最大速力20.3ノットを発揮した。飛行乾板を全通型とするために、ボイラー室からの煙地が格納庫を挟むように、両側に通され、強力なファンにより、完備に片面一本ずつ設けられた煙突から強制排煙する。このために、高温の倍煙により熱せられた管内の居住性は、最悪であった。なお、ボイラーは解体される。 V9 駆逐艦と W9 駆逐艦に搭載されていたヤーロー式重油戦勝水艦艦6機を再利用するために換装された。これにより、わずかに出力が改善されて、最大出力は2 1500馬力で、最大速力21.8ノットを発揮した。第一次世界大戦の投入には間に合わず、当初は大西洋艦隊に配備された。 1922年9月に発生したジャなく機器では、戦闘機を搭載して、ダーダネルス海峡に展開し、水蒸気母艦アークロイヤルの輸送してきた、ブリストルファイター戦闘機を飛行艦艦を持たない、アークロイヤルの代わりに発艦させた。1936年には、クイーンビーム戦争重標的機器を運用するための母艦となり、1938年7月30日に、 近代化改装を終えた後は着艦訓練のための練習艦として使用された。第二次世界大戦の勃発により1940年4月には撤去されていた手法や機銃が再度取り付けられ、6月の中旬に巡洋戦艦フットと6隻の駆逐艦と共に US 三戦団を護衛した。その後もハリー作戦、ホワイト作戦、パーペテュアル作戦などで しばしば H 部隊と行動を共にして、マルタ島へ航空機を輸送し、空母アークロイアルが撃沈されると地中海で唯一、運用可能な空母して、H 部隊の支援のために、ジブラルタルに泊まった。翌年に行われたハープーン作戦では、イーグルと共に輸送船団の間接護衛部隊に、加わり、対戦紹介を行った。この際には、イタリア空軍機により、 名おのフルマー戦闘機を撃墜されている。ペデスタル作戦では事前に行われた訓練に参加したが、上艦していた804海軍飛行隊の実力が疑問視されたため、804飛行隊と共に作戦への参加は見送られている。統治作戦では、英米の上陸部隊に対して航空支援を行っていた中の11月10日に空爆を受けて勝破し4人の戦死者を出した。 11月14日には護衛空母アベンジャーと共に地中海からイギリスへ冷戦団を護衛するためジブラルタルを出港するが翌日にアベンジャーは逃げ沈された。地中海以外での特筆するエピソードとしては1940年の12月25日に WS 護衛戦団フューリアスと共に航空機を輸送している途中に大西洋上で ドイツ海軍の従順洋艦アドミラルヒッパーと遭遇指向を受けている。この時アーガスは輸送用の他に自己防衛用のソードフィッシュを2機搭載していたが、魚雷はアーガスではなくフューリアスの方に積み込まれていた。後にヒッパー捜作のためにスクア爆撃機が発進したのと入れ替わる形でフューリアスに着艦したソードフィッシュに魚雷が積み込まれ、 ようやく反撃の体制が整った頃にはヒッパーは逃げ去ってた。1941年の9月には空母ビクトリアスに護衛されながらイギリス空軍の,のパイロットと24機のハリケーンをソ連のムルマンスクへ輸送している。1943年の5月に統治作戦で追った損傷の修理を終えると護衛空母への転用が検討されたが取り消され練習空母に戻された。 44年の9月27日までパイロットの着艦訓練を務めた後、同年の12月にチャタムに経流され宿泊艦となった。46年に除籍され解体。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。